その次、次はですね、こちらの右側のこのちっちゃい画面、結構ね、多分見てる側としたらこんなうぜえよ、ちょっと気になるからどかせよと思いますけど、これ、登録するためのスイッチなんでね、これを押すとね、この人の登録、この人の番組に登録したってことになるんでね、大体の YouTube 配信してる人はこれがここにあると思います。まあ、あまり気にしなくていいと思います。まあ、登録したときにパッと押して登録できるよっていう、そういう登録を促すものだと思うんでね、まあ、気になったら気になったでポンと押して登録してあげましょう。で、そしたら、まあ、次、題名、ね、動画の題名ですよね。その次、ウータンチャンネルさん、もうね、で登録とこのベル、このベルがですね、アラーム機能になっております。で、押すとね、こうウータンチャンネルからの通知で、通知をすべて受け取る、バッでチェック入れる、で保存でやると、ウータンさんが、動画を上げました、ライブ配信しましたって時に、まあ、スマートフォン、まあ、各、まあ、使っている機種によって、まあ、通知の仕方が違うかもしれないですけど、通知が来るっていうための、まあ、リアルタイムでそれを逃したくないっていうためのアラーム機能ですね。これまあ押しとくと、まあ、お気に入りのチャンネルでね、これを常に押しとけば、まあ、常に情報が入ってくるということになります。で、ちょっと下に送ってみて、次はですね、この追加、これはまあ YouTube 内のブックマークと思ってください。自分でまあジャンル的に名前を付けられて、で、まあ、ウータンさんのやつだったら、まあ後で見るとかね、まあこう短編5分なんでね、短編自分で作った再生リストの短編に入れておくとかって、まあ、そういうリストを自分で作ってこう残せる、すぐで後日あの動画なんだっけなってことないようにこうに記録できるっていうものですね。で、この共有、これがまた素晴らしい YouTube の機能でですね、まあ Twitter、Facebook、G プラス、まあ Google プラスですね、まあ、各あと SN サイト、ブログなどで、拡散したい、この情報をもっとみんなに見てもらいたいなって、いい動画を見つけちゃったんだけどっていう時にこういうのをね、使ってくれるとね、非常に楽です。で、これがなぜいいかというとですね、やっぱり、結構 SNS を使ってて、なんだろう、そのプライベート設定とかで、プライベート、まあ、せっかくね、世界とつながってるんであれば、これもし海外の方がこの動画を見た時にこれをオープンにしてないと、設定でオープンにしてないと、いい動画なのにみんなに見てもらえないっていうのが、まあ個人的にはもったいないかなと。せっかく世界とつながっているのに、その自分のものがこう世界に拡散されない、まあ友達とね楽しんでる部分だったら別にいいんですけど、まあやっぱりこういうふうにオープンにしてあるってことは、まあ見てくれ、もっと見てほしいっていう証なので、私はよく、こっから飛んで拡散をしています。で、そうしましたらここですね、そのいい動画があったよって、いい動画だねって思ったら、このいいねボタンで、ね、稀にね、こう関連動画でね、なんだろう気になったらポッて押した時に、なんだよこの動画見たくねえよ、こんなの載せんじゃねえよって時にね、この低い評価をバッとね、バーンと押してしまえばね、その評価がどんどんだだ下がりになるんでね、あまり表に出てこないかなっていう。評価が悪いとやっぱ見られない、見る回数も増えるんだろうけど、まあそれはどうかわかんないですよね、正直。まあ個人的にね、検証してみるといいと思います。で、開始位置とかってこういうふうにね、何気にね、こういうのはね、時間とか自分がどれだけ見た時間とかでね、計算されてるんでね、結構気をつけてみてみると面白いですよ。で、次紹介ですよね。2017年1月29日に公開と。で、自分のね、まあ、ウータンですと。ゲーム実況を中心にいろんな動画を投稿中と。で、ぜひチャンネル登録してください。このね、チャンネル登録っていうのがすごく重要なんですよ、個人的には。で、これをチャンネル登録をしたところで、SNS、まあ、Twitter とか Facebook とかだと、なんか、その、いいねしなきゃいけないとか、よくわかんないわだかまりがよくあるじゃないですか。けど、YouTube は別にそういうことなくて、好きな動画をただ、アップしてるっていうところの人をただ登録して、
るっていうそのコミュニケーションもないんで、ほぼしたところで別に特にないんで、あとチャンネル登録だけして、その人の動画をずっと見て撮っときたいなっていう時は、まあ、チャンネル登録した方が早いです。むしろした方がいいです。でこういうふうにね、このウータンさんがね URL を貼ってくれて、まあこれでもね Twitter もやってるよっていう証ですよね。でカテゴリー、まあジャンルですよね。まあこの方はゲームをよく上げてるんで、まあゲームになってますけど、あとライセンス、まあこれは登録者とかですね、関係あるのは。でその下に行くと、これまたいい機能でですね、普通テレビとかって番組、テレビの番組とかって見て、まあ周りのお茶の間で感想を言って終わりわけなんだけども、 YouTube はやっぱり SNS と結構同じとこがあって、その動画に対してコメントが残せる。まあ私こう残してるんですけどね、料理もっと見たいわって。そうしたらね、この投稿者ウータンさんから返事が来ました。落ち着いたら料理動画もアップしていきますねって。これがね、テレビにはない機能で、私はちょっと画期的だなと、とても素晴らしいと思ってます。見てね、今までは見るだけで何もできなかったものが、こういう動画というものに関して、意見を出せる、参加できるっていうシステムになってきてるんでね、まあ、見てる側も考えてコメントしてやらないと、そのコメントが炎上したりだとか、この動画はいいのにそのコメントが炎上してしまったために、この動画を落とさなきゃいけないっていう、ちょっとね変な方向に行ってしまう時もあるんでね、もしコメント書く時は、ちゃんと、ね、人としてのモラルだとか中傷罵倒をねなくし、極力なくして、いいものにはいいと正直にねコメントしていけばいいかなと思ってます。それでですね、まあ、自分のページにまた戻ってきたわけですけど、そうですね、まあこんぐらいですかね、私が今説明できることに関しては。それでですね、まあよくね YouTube 見るだけだよっていうのも全然構わないと思うんですよね。けどこうやってやっぱ使い方とか見ていく、ね、見ていくと、他のこう Facebook とかね Twitter と何ら変わりがないっていうね、ただ動画を中心に扱える SNS だって考えてもらった方が個人的には入りやすいと思います。ね、Facebook でね、じゃあ写真をあげました。ね、そしたら周りの人がいいね、いいね、いいねって。その写真なんだらかんだらでいいねって。楽しそうだねってコメントするじゃないですか。全くそれと一緒ですね。だから特に、YouTube とか見てるだけであれとか。だとまあ別にそれでも構わないけど、面白みがないかなって。でどんなものなんだろうって、 YouTube ってじゃあどんなものなんだろうって考えた時に、この多分説明を聞いた時に、あそうなんだって、他の SNS と変わんないんだっていうことが分かるってくると思うんですよね。なのでね、こんなにねいいねツールはないと思います。私の中でね、スマホの普及もありますしね、そのスマホで撮った動画でね、こちらに上げてもいいしね、 Facebook で上げたってこっちで上げたって一緒だと思うんですよ、全く。でなんだろうな、 Facebook ってやっぱり個人のコミュニティであって、なんだろう、フレンドリー、地元の仲間とかとね固まりやすくなっちゃうんでね、こういうね友達がやってないサイトに登録してね、自分の力を勝負してみるってこともねいいんじゃないかなって私は思っております。まあね、インスタグラム、ね、ツイッター、まあ、フェイスブック、YouTube、ね、フェイスブックなんか世界最大 SNS、ツイッターもね、そういう言葉のね、世界最大の、ね、SNS、インスタグラムも写真とかね、そういう加工ができるね、簡単な、イージーな、SNS 世界最大だと思いますよ。で YouTube は動画世界最大サイトなんで、ぜひねこういうものをねうまく利用ねして、こう自分のなんだろうな範囲をね一歩も動かないでもね世界がね覗けるんでね、ぜひこ
こういうコンテンツをね、うまく使っていくと人生が楽しくなっていくと思います。そうしましたらね、もうちょっと自分の説明することもできない、少なくなってきたんでね、この辺でね、おしまいにしたいと思います。それではですね、ご視聴の方ありがとうございました。それではまたよろしくお願いします。